天領拝酒造の純米大吟醸歌代随花、今月から JAL の国内線ファーストクラスで提供されています。軽くて穏やかなお酒でありつつ、その綺麗な甘みの膨らみと滑らかな口触りといいますか。加藤さんの前職は証券会社。2018年に企業買収という手法で憧れていた酒造りの世界に飛び込みました。その翌年、自分の理想として作った銘柄が歌代。随花はその初めての純米大吟醸です。 JAL は天領杯と加藤さんのストーリー性や地元の米にこだわる品質を強化したといいます。特別にしつらえた、そういう空間、至福の空間でいただいお客様にいただいてもらえるというのも非常に感慨深いものが、佐渡のお酒ということをお客様が知っていただいて、ここってどういうところなんだろうというふうに興味を持っていただけたら、それも嬉しいなというふうに思っております。佐渡の酒蔵として初の採用。5年目の評価に加藤さんは喜びをかみしめつつ飛躍を誓いました。今までがもうマイナスからどれだけ早くゼロ地点に持っていくかということを必死にやってきたので、これからはゼロからプラスへ、大きく天領杯酒造として、日本を代表する酒蔵になれるように羽ばたいていければいいかなと思っています。歌代随花は JAL での提供は来月末まで、秋から一般販売を予定しています。